い、皆さんおはようございます。今日はね、どこに来ているかというと、バスがいっぱいいてるね。ちょっとね、今日は山陰島根県松江に来ておりますよ。 JR 松江駅、ちょっとね、皆さんと共に見ていきましょうかね。何か広々としたね、使いやすい感じでございますね。バスもね、頻繁に来ておりますし、いろんなバスがありましたかね。なんかヤンマー、ヤンマーもね、松江なんでしょうかね。バスもね、何かいろいろな広告がありましてね、前に見えてる何かトロリーバス、トロリーで今はないでしょうけど、何かちょっと変わったね、レイラインぐるっと松江というね、バスも走っておりますよ。どうでしょうか、ヤンマーね、ヤンマーも松江でしょうかね、島根県でしょうね、きっと。何か感じがいいね、松江は。ちょっと駅構内をね、見ていきましょうかね。なかなかね、すっきりした駅構内ですね。気持ちのいい。ところですね。こちらにはね、食の専門館。
こちらは南口で、まあ言えばちょっと裏手ですね。ホテルもね、ここにはたくさん立っておりますが、タクシーもね、向こうはバス、北はバスでしたが、こちらはタクシー乗り場が目立ちますね。なかなか使いやすいんじゃない？松江さん、松江さんってね、笑いますが、島根県ね、頑張ってもらえると思いますよ。皆さんもね、ここに来てね、どうぞ遊びにやってきてください。全国から来るとね、そんなんすぐいっぱいになります。ましてね、神話の里ですから、出雲大社行ってね、いいことがありますよ。今年はね、きっといい運をもらってね、幸せに暮らしたいと思います。渋市もね、昨日行ってきまして、運をたくさんね、もらいました。それではね、また登録していただいてね、次の動画見てくださいね。きっと運が舞い込んできますよ。今日も一日元気でいきましょう。それではね、またよろしくお願いします。登録だけ忘れずに。さようなら。またね。